はラップ、月1で空気の入れ替え。先月は一転してカビにやられてた D なんですが、シャワーで洗ってラップを巻き直した結果、表面のカビが消えて綺麗だったなと思ったんですが、よく見るとこういったカビが下の周りにポツポツポツと生えてるんですね。昨年の見る椎茸の失敗例によく似てるので、結構絶望的な状態です。次回ひょっとしたら脱落するかもしれないですね。E は袋、成長後に解放。黒いつぶつぶがついてますが、この雑菌ですね。もともとは A、C と同じくカビが生えてて、それでいて先月はかなり改善したんですが、今月になってこのありさま。月替わりですか。毎回 E に一喜一憂させられてるんですが、そこを見ても椎茸菌が確認できないので A 同様脱落ですね。残念です。F はラップ、成長後に解放。そこには椎茸になろうとした形跡があった F。 今月はさらに成長してます。今はまさに順調そのものといった感じですね。今までのどの原木よりも綺麗です。ちょっと惚れ直しました。どんどん他の木が淘汰されていってるので、秋まで元気にいてほしいですね。お次の G は袋、常に少し解放。水滴がすごいんですが、先月かなり理想的でした。さすがに上の部分は乾いてきて、一部雑菌が生えてきてますね。下の方には水が溜まってきてるので、木の中の水分がかなり出てるんじゃないかなと思います。ということは中も乾いてきているということかもしれません。この見た目が汚いのも相まって水で洗いたくなるんですが、このまま管理を続けていきたいと思います。しかも木を押してみるとふにふにとちょっと柔らかいんですよね。かなり木の分解が進んでるんですが、これが椎茸菌によるものなのか雑菌によるものなのかはまだわかりません。もし椎茸菌だとしたら、かなりの量の椎茸が生えてきてくれる栄養は溜まってると思います。少し期待しておきましょう。見てくださいよこれ、底の盛り上がりが半端ないですよね。安定して立たなくなりましたもん。木の表面を見た限り、今月も問題なく過ごしてそうですね。